ハイエース車椅子使用者。車椅子使用者の操作方法について説明します。安全で平坦な場所にエンジンをかけた状態で車両を停止させます。パーキングブレーキをかけ、シフトレバーを P の位置にします。運転席にあるリフトメインスイッチをオンにします。操作スイッチの下を押し続け、スイングアームリフトをスライド加工させます。倒しボタンを押し続け、後退防止用ストッパーを後ろ側に倒します。車椅子をスイングアームリフト上の停止位置で止め、車椅子のブレーキを両輪ともかけます。サポートバーを持ち、車椅子に車椅子固定装置のフックを引っ掛けます。車椅子固定位置に該当する固定装置スイッチのロック側を押し、車椅子を固定します。車椅子用シートベルトを着用します。操作スイッチの上を押し続け、スイングアームリフトを上昇、車内スライドさせます。バックドアを閉め、リフトメインスイッチをオフ状態にします。2台以上で乗車する場合はリフトで上昇後、車椅子固定装置のロックと車椅子のブレーキを解除し、所定の位置まで移動します。車椅子のブレーキをかけ、車椅子を固定します。次に車椅子用シートベルトを着用します。降車の場合は操作スイッチの下を押し続け、スイングアームリフトをスライド加工させます。倒しボタンを押し続け、後退防止用ストッパーを後ろ側に倒します。リフト上の車椅子用シートベルトを外します。車椅子固定装置の固定を解除し、フックを外します。車椅子のブレーキを両輪とも解除し、降車します。A タイプ、AS タイプでの車椅子の固定は、車椅子の前側は手動ベルト式、後ろ側は電動ワイヤー式です。後方車椅子はリフト支柱にある車椅子搭載基準線より車椅子がはみ出している場合、上昇後車椅子を前方へ移動させます。前側の手動ベルトを車内用車椅子固定ベルトに付け替え、固定します。
スライドドアからの乗降をご説明します。運転席にあるステップスイッチをオンにします。スライドドアを開けると自動的に大型のステップが出てきます。大型のステップに足を乗せ、ハンドレールを持って安心して乗車することができます。乗降口のそばにある2列目の補助席は跳ね上げ式シートになっているので、スムーズに車内を移動することができます。シート座面上で体を回転させた後、段差を確認しながら安全に降りることができます。このほか目立つ黄色の手すりやグリップを各所に設置し、車内での移動をサポートしています。また高い天井と広い室内、大型ウィンドウ、そしてルーフサイドウィンドウの採用により、後部座席の方にも車椅子の方にも快適な移動空間を提供します。メーカーオプションで可動式手すりを設定することができます。滑りにくい波型形状により、体重を預け安心して乗り降りすることができます。展開することでステップの上でもしっかり握ることができます。ハイエース、車椅子使用者 B タイプでの乗車イメージをご紹介します。AS タイプでの乗車イメージをご紹介します。ストレッチャーでの乗車イメージをご紹介します。